何か出そうとしてんだろ。もう出そうとしてよ。まあ有名タレントもあの昨日海底2万マイルであのしてたっていうな、そういう噂もある。何の話なんですか。何の話。このターンで上がる。そしたら、まあ当日は若干の誤差が出るかもしれないが、大まかコーチとして、おお、コーチ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 、コDDT プロレス YouTube 公式チャンネルを見てるフェラモニアンのみんな、半年以上前に放送したフェラモンチャンネルが帰ってきた。うわぁ、帰ってきたっつっても前回はレストリーユニバースでやったんだけども、まあ何を思ったか YouTube でやろうと、こうなんかなんだろうな、この頭のおかしい結局こっちに頼ってんだろあいつら。コンプライアンスコンプライアンス言ってながら結局我々にこうなんだ載せないとな YouTube が回らねえみたいな悩みがあるらしいからなじゃあちゃんと頭下げろって話だよ。でもまあいいや、始めようかフェロモンチャンネルってやつはよ。今日はなフェロモン図鑑といって、ほう、まあ、フェロモニアンにも最初からフェロモニアンのやつと、もう1年経つからな、最近フェラモニアになったってやつも出てきて、出てきもう出てき始めてる。出てき始めてるんだよ。だからそいつらのために、初心者のフェラモニアのためにフェラモン図鑑というものを作成し、 DDT におけるフェラモン図はこういうもんだぞっていうのをてめえらに教えてやるって寸法だ。それではまずはファンタスティック、あ、これを見てね。今日はね、私今なりファンタスティック夢人、初めて見る人もビギナーの人もね、ずっと見てる人もこれもうめちゃくちゃ楽しめるチャンネルになるよ。これはね、うん、ファンタスティックだよ今日は。ああ、そうだ。そしてフェロモンズには欠かせねえこのとこ、どうだセクシー言ってやれ。セクシー、これを見てください。最近セクシーがねユニコーン言ってるの、このこと言ってんだ。何のことか分かんなかっただろうこのこと言ってる、この柄のこと言ってる。柄をしっかりアップしてほしいみんなそんなこと知らねえよって思ってるだろう。でもセクシーの中ではもう当然のことだ。ここはユニコーン、こだわってるんだ。ここのここが一角獣であるってことはな、もう承知の事実だ。さあ、それでは 6.12 サイバーファイトフェスってやつに我々なんかなんだか分かんないけど巻き込まれちまった。だからそのために、そうだな、我々フェロモンの我々フェロモンズの我々フェロモンズの解剖をこの動画では行っていくぜ。それではお楽しみください。 It's time! It's sexy show time! というわけで、まず我々がなぜフェロモンを結成したのかっていうのをみんなに届けようじゃないか。まずはこの映像見てくれ。私たち、ね、最近ちょっとよくこう組んでチームとしてやっていこうっていう気持ちがあるのに、うん、全然ほら都合のいい時だけ組んでえ、なになに扱ってくれない。私たちのことをちゃんと扱ってくれないじゃない。チームなの？え？ほら、こういうことか。チーム？チームとして我々やってきましたよ。そうですよ。ここまで。あ、そうだったの？あとどれぐらい結果を出せば、あれちょっと認めてくれるんですか？いや、逆に聞くわ。いや、わかんない。もっとなんかじゃあチームでやっていきたいみたいなのをアピールしてもらわないとわかんないよ、こっちは。今来てるじゃん。いや。二人がチームとしてやっていきたいって気持ちは伝わったから。あ、言った。ということはこう今からこの瞬間から私たちはチームという分かった、じゃあ今後できるだけカードもこの
二人で組んでいけばいいってことね。うわ、流した。うわ、こういう子がいるわ。いや、分かった、流したわけじゃないけども、はい、流したわけじゃない、分かりましたから、伝わりましたから、はい、今日のところはお引き取りください。我々のチームの名前が決まりました、はい、おチーム名がやっと、はい、あれ、オスプレイなしですよ。はい、もうオスプレイ、うわぁ、そんな迷惑かけるのやめた方がいい。いや、あの、何なんですか、はい、なるほど、はい、じゃあ、発表いたします。なんですか。つぶらな瞳、わがままなボディ、あふれ出るオーラ、この E のセクシー、勇気と男色ダンディー、 Dino が組んだチーム、その名もフェロモンズ。じゃあ、2人のチーム名がフェロモンズに決定いたしましたので、今後の活躍にどうぞご期待ください。それでは本日の記者会見、フェロモンズ、はい、もう一回やる。いやいいです、もうお腹いっぱいなんで。いや、いいチーム名だと思いますよ。いや、そうじゃない、そうじゃない、チームが決まった。はい、もうこっから勢いガンガン出ていく。からじゃあ行き着く先は何だ。そう、ベルトこっちから言わせないで。あ、タックのベルトに挑戦したいっていうことですか。それはチームができたら、それはそういうことにもなるでしょうよ。おー、なるほど。ダメだよ。今からフェロモンと実績を出そうとしてるわけ。出すよ。実績だから、これは。どんな実績なんだよ。あいつらやりやがったみたいになるじゃん。違うだろ。そういうの出すでしょ。分かったから、もう。あの、ほら、YouTube 生配信だよ。俺らも怒られるから。だから実績ダメ。実績を。はい、受けます。あいつらやべえみたいになるじゃん。受ける。はい、受けます。なんか態度が気に食わない。受けてやってもいい。受けろ。出すよ。受けてください。はい、もうチャンピオンチームが認めましたんで。じゃあ、タグタイトルはビッグマッチ、九州のビッグマッチ、9月12日に私鉄ホール大会でどうでしょうかね。そこで組ませていただきますんで。ただ、もし9月4日にその負け残りトーナメントで最下位になって解散が決定した場合はタッグ王座返上になりますんで、その場合はこの2チームで王座決定戦を行うということで。なるほど、いいですかね。なるほど、はい、話聞いてんのか。おい、じゃあ、フェロモンの参考に聞きして、はい、じゃあ9月12日西鉄ホール大会、天神ウォーズ2021で KO にタッグ選手権試合、今のところチャンピオン竹下幸之助、勝又俊馬組対挑戦者、E のセクシー勇気、男色ダンディー D の組、決定いたします。どうぞご期待ください。よく見とけ、このフェロモンズの手にかかれば、見る者、戦う者すべてが脳殺して目の前を肉食の海に沈めてやる。そういうことだ。見ただろ、この二人でいることの、このなんだろう、たどたどしい感じは当時はあったな。去年2021年の、まあ、8月9月の出来事だ。だがこの我々がユニットを組むに至ったきっかけっていうのは、そうだ、そもそもで言うと、そのフェロモンズっていうことがまだこう意識にない頃、たまたま組まれたんだな、試合を。でその時に私が見抜いてしまったね。こいつはさらけ出してねえと。なぜこんなに潜在能力があるのにそれが発揮できないか、それは DDT のもう詰め込み型教育にあると思ってる。なんかみんな同じようなことをしなきゃいけない、できなきゃいけない、そうじゃねえだろ。プロレスはさらけ出す場だ。人間の奥底にある何かを、綺麗なだけではない、何かをさらけ出すことによってそいつは強くなる。見る者も、あ、
これが本当のこの人なんだっていうことが伝わる、その強さを伝えたかったんだよ。見てみろ、結局隠してた何かを全てさらけ出すことによってセクシーは開眼した。自分がセクシーであることをこんなにもさらけ出さず世の中に出すことによって強さを手に入れた。これがフェロモンズの最終目的であり最初の一歩だ。そして、我々2人ではなく3人目を必要としてくる状況になる。それはなぜか、私が常日頃からこうなんつうんだろうな、性癖を自分の中にこう溜めていながら、それでもなんかこういろんな業務にねこう押しつぶされて自分を閉じ込めているやつがいた。そいつを解放してやりたかったのさ。それがこのファンタスティックだ。ファンタスティックだ。やっぱね、私も DDT10 年撮ってるよ。でもね、新しい動きってのはね、実は最近生まれてなかったんだな。セルフリメイクが多いんだよ。同じような流れがね、ずっと続いてた。だけどこの2人見てください。 DDT25 年の歴史でこんな2人いなかったでしょ。この新しい流れよ。この新しい流れ撮っててビンビン来ちゃったのこれね。空からフェロモン降ってくるよ。これ降ってくるな。降ってきたな、もうすでにな。なるなる。これね、合流はこれ必然だったのこれ。あ、そうだ。うん、ファンタスティックはまあもともとガンプロで今なり夢人としてやってるが、それとはもうちゃんと性癖の出しどころを定めてやがる。まずは、そうだな、このファンタスティックが入ったところを見てもらおうじゃねえか。見てくれ。シーズン10分経過。DDT のその大会の本気度が測れるんだけどさ、それがないところでばっかり我々の話が進んでいきやがる。まあ逆に言うと、どの会場でも
手を抜かず何もかもをさらけ出す、それがフェロモンズの心情。まさかこれ、浅草花屋敷大会でこんな動きがあると、まあ、誰も思ってなかったでしょ。まったく DDT プロレス1カメしか用意してないのか。ああ本当に舐めてんな、しょっぱいな。そこでもうすでに DDT に対して我々言いたいことあるよな。あのこれ浅草だからって DDT 舐めてただろ。1カメだったし実況も入ってね。そうじゃねえだろ、レスルユニバース伸ばすんだったらそういう人が集まらないようなやつをこう見られるような、多角的に見られるような、そういう仕組みにした方がいいんじゃねえのか。まあいいや、そこはもう私たちが考えることやね。あとは DDT が考えてくれ。さあそれではこのように3人が揃ったわけだが、そしてそこから性癖を解放し解放し解放し続けていく。6人タッグのベルトも取った。さあその後何があるってなった時に私気づいたんだ。この1年間フェロモンズをやってな、何に気づいたかっていうと、会社は所詮パワーゲームだ。となると今我々が雇われている側だけでいると立場が上がんねえ。そうなった場合に必要なのは何か、そう、権力だ。よくよく周りを見渡すといるじゃねえか、権利を持ったあの男が、副社長アキトだ。石垣様ですかね。そうだ、アキトを手に入れ、そして会社内でのポジションもそれで確保しよう、そういう寸法だな。そしてアキトは、今まさに改造中だ。 6.12 サイバーファイトフェスに間に合うように身も心もフェロモンズとして精神と菊の穴にぶち込んで、フェロモンを何もしなくてもはみ出るようにしてやるや。アキトがどのように変化するかは最後だ、最後まで撮っておくだ。てめえらこの動画最後まで見れば西垣、コーチン、アキトがどのような姿で出てくるか、当日より先に、ちょっとだけ先に見ることができるさ。楽しみにしとけ。セクシーさあ、フェロモン図鑑というからには我々のこう生態をみんなに届けなきゃいけないな。Yes. 我々の生態イコールそれは、オリジナリティあふれる技の数々。オリジナリティでもございますかね。そうだな、今までプロレス界になかった技を送り込むことでフェロモンズはこうプロレス界に殴り込みをかけようとしている。その技の数々を届けよう。じゃあまずフェロモン殺法の数々をご覧いただきたい。セクシー頼むぜ。セクシー5 5 5。今からエレクトロニカルパレードやろうぜ。エレクトロニカルパレード。ダンディ、それはまずいんじゃないか。さあこれはまずいぞ。究極奥義だ。いつもと違う。やばいよ。やばいよ。まずいな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 。どうでしょう皆さん、私のこのテープで、このカメラで、彼らのこの 3D 映像をこれからここで上映会するというのはどうでしょうか。この後の興行、この上映会いかがでしょうか皆さん。どうでしょうか。よし、来い。赤井さん、この特等席で試写会をご覧になるのはどうでしょうか。今日からあなたは黒木薫だ。黒木薫なら、あの洞窟の中に入ることができる。どうでしょう。いや素晴らしい。やです。スリーに体験を。いや動いてる。うわ動いてる。お前らコンプライアンスって分かってんのかお前ら。コンプライアンス、名前
中継じゃないからって何やってもいいってわけじゃないんだぞ。お前あんなに大きいスクリーンがあるというのに。何だよおい、やめろ、おいやめろ、小林様、やめろ、あなたが特等席です。いやおい、ちょさあ見ていただいただろうか、エレクトリーガルパレードだ。これはまあ千葉でしか見ることができない技だと言われてるな、エレクトリーガルパレード。まあなんつうんだ、千葉の大会はな、我々にとってはセクシーシーだ。もうセクシーシー、セクシーシー。新宿フェイスはセクシーランド、千葉の会場はセクシーシーっていう使い分けをしてる。なのでセクシーシーでぐらいしか見ることはできないんじゃないかな、エレクトリーガルパレードは。有名な有名タレントもあのの海底2万マイルであのしてたっていうな、そういう噂もある。何の話だ、何の話だ、ファンタスティック。急に YouTube っぽいこと言い出したな。今は声が一番似合うんだよ。そういうことだね、やっぱそういう気分になっちまう、高ぶっちまうってことだな。千葉っていう場所はな、どうやら、困ってるぞ今。どう編集しようかなってなってるぞ。だがそんなことは我々に知ったこっちゃね。これからはなんだ、セクシーチャンネルとしてな。セクシーチャンネル、もうガーシーチャンネルの時代じゃねえ、セクシーチャンネルでしょ。セクシーチャンネルだ。ぶち込んでいくぞ。それではまあ次の技いくか。オーケー、じゃあ次の技いってもみよう。オーケー、カウントダウン。セクシーもうご覧いただけただろうか。これはあれだから傑作だと思うぞ、この技はもう相手から見るともう侵略者が襲ってきたようにしか見えねえからな、だからこの、こっちから言わせればセクシーはただ待っているだけなんだが、相手から見たら侵略者に見えるかもしれない。それで名付けられたのがセクシーインベーダーだ。申し訳ねえな、侵略しちまってて、めえの心をな。それではまだまだ侵略は止まらねえぞ、セクシー頼むぜ。オーケー、セクシースリー、フォー。あるんですか、地球の力を。オーケー、負けたまー、レッツゴー。オーケー、オーケー。何ですかそのアンダー。カモン、カモン。どうなってんですか。何か嫌な予感がしているのか、カメラマンさんが向こうに回り込みませんね、今の角度からしかお送りできないんじゃないですかね。やめた方が良かったでしょうね。どうなってるか分かんないですけど、分かんないままの方がいいことはありますね。いいのが何か指示を出した。それに対していいのが、あーこうなってんだ、こうなって、あーリバースヒップドロップ。高木三四郎。どうだ、名前からしてこの大地の恵みを一辺にこうセクシーがこう吸収し、それを放出する。こういったなんかすごい大地の恵みを感じるな。大地を感じる、地球を感じるよ。Yes. それがアースキスだ。Yes. ちなみにで言うと、私が
今年入ったぐらいかな、2020に入ったぐらいかな、コロナに入って、だからキス攻撃自体を封印してたのはここだけの話だ。だが最近実はちょっとこっそり解放した、解禁した。なぜかワクチンを打ったからだ。ほう。なのでこれからはアースキスももう一度炸裂することになる。ひょっとしたらサイバーファイトフェイスでも行われるかもしれねえな。さあまだまだ終わらねえぞ。次のフェロモン殺法は何か、セクシー頼むぜ。オーケー。セクシー2、トゥー、セクシー、トゥ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 ー、セクシーピア。見ただろ。なんだあの技はな、これ技というかあれを申し訳ない。美肌効果があるんだよな。どちらかというと相手に健康にいいことしちゃってんだよ。ここでこう擦ることによってこう血行が良くなっちまってんだよ。だからホッティも赤いも女性からは実は喜ばれてんだよな。相当これはね、顔のリンパ、バンバンリンパだよこれ。リンパだよね。リンパだから、バンバンリンパなんだよ。バンバンリンパをリンパしてんだよ、うん、なあ。だからこれ申し訳ないが、赤いホッティは嫌だ嫌だ言いながら、その次の日からものすごい化粧のノリのはずだ。感謝してもらいたい。リンパがもうバンバンだからこれ。ワールドワイド。そう、ワールドワイドの意味わかんねえな。だがそして、まあここで残り一つを紹介したいところなんだが、訳あって番外編となった技があるんだよな。それがフェロモンマジックだ。フェロモンマジックっていう技があってな、この例えばここに、ああいやいや、はい、これがありました。でこれで5秒数えたら何かがなくなってるっていう手品を我々は見せようとしてるだけなんだが、総合エンタメだからな、プロレスは。だからリング上でマジックがあってもいいだろ、そう思って、こうマジックの時間で楽しんでもらおうと思って、ここをやって、じゃあ5秒ない5秒か数えたらこれがなくなる、何かがなくなるっていうのを楽しんでもらおうとしたら、常に今林の野郎がこれ止めに来やがるんだよ。なんでだよ、手品してるだけじゃねえか。でもまあこの技は大体今林に止められる。だが一回だけ成功したな、確か。Yeah. それが勝俣とのエクストリーム選手権だ。おー、チュンマ。チュンマとのエクストリーム選手権で見事成功した。Yes. その結果、チュンマはセクシーなものになった。今も気丈に振る舞ってるが、勝俣はセクシーなものだぞ。そういう目で今後、勝俣を見てくれ。整ったって言ってるのは、その前にひょっとしたらセクシーが何か整えてるのかもしれない。Yes. まあそういうことで今出てるから、なんとなくチェックしといてくれ、フェロモンマジックはな。さあ残り一つ、おセクシー頼むぜ。 OK。 ナンバーワン。ワン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 、これでもいいんじゃないか。確かに確かにっつったな。おっおっ、やめろやめろって、やめろやめろやめろ。ケガドンケガドンケガ、タイトルマッチですよ。ミスを作られちゃったな。もちろん最後の一つはセクシーシーソーだ。Yeah.この試合は使用頻度が高い。なぜなら一番最も素材の味を楽しむことができるからだ。今林にも何度となく、あいつが一番食らってんじゃねえか、ひょっとしたら。セクシーシーソー、あいもう証拠りもなく突っかかってくるから、どうしてもね、もう童心に帰りたいんだろう。シーソーに乗せてやるしかねえよな。そうやって来た場合にはもう子供と変わりやしねえよ。子供とね、こう接してこう子供に邪険に扱われるストレスをこっちにぶつけてるつもりかもしれねえが、まあそれはひょっとしたら
自分が子供に変えたい、童心に変えたいっていう気持ちの表れだったのかもしれないな。悪かったな、今林。童心に帰ってな、それで子供に仕送りをこれから送り続ける、うん、いい人生じゃないか、今林君。今まで親にしてもらってきた、今林が親にしてもらってきた、月に10万だっけ、月に10万をお小遣いとしてこうな仕送りしてもらってたの、今後真相して仕送り送っていい人生だな。羨ましいぜ。というわけで、まあ、今林がくら、まあ、いくとなく食らわせてきたこの技、サイバーファイトフェスではどうなるんだろうな、誰に食らわすことになるんだろうな、標的はいっぱいいる、誰が味わうんだろう、誰が10万円送り続けるんだ、楽しみにしとけ。ここまではフェロモンズの技を見てもらった。だが最近フェロモニアンが増えることはいいことなのだが、ちょっと勘違いしてるやつがいる。ちょっとなんだって露出があったやつとかを、じゃあフェロモンズ入りでいいじゃんみたいなことが言うことを言うやつが出てきてるんだ。だが違う違う、のフェロモンズに入るのはそんな簡単なことじゃねえぞ。フェロモンチャレンジの中の一つ、エクスカリバーチャレンジをこなさないとフェロモンズには入れねえ。これ何かというと、一つの一本の聖剣がある。その聖剣をセクシーの丘に刺し、それを人差し指、親指で仏の形を作る。この仏の形イコールちょっと銭の形もある。それをこの人差し指と親指だけで刀の柄をつかみ、そして一気に引き抜く。これを引き抜くことが5秒間で、これ引き抜くことが成功したやつだけがフェロモンズに入れるんだ。当然私もやっているし、ファンタスティックもやっている。もっと言うとセクシーも自分でやった。Yes. この儀式がないとフェロモンズには入れねえんだ。先日はそういえばなんかこう決起集会みたいなのがあったな。おーおー、言い出しっぺが、言い出しっぺの高木三四郎たちがなんか急グダグダしてる中、我々も戦争で当ててやった。Yes. あの時に乱入してきた堀田由美子と井上京花二人がかりで抜いて、うわーってなったんだが、あれよくよく後で見返してみると、この親指じゃなくてここでこのテコの原理でやり方が汚いね。もうあれは無効だな、あれは反則だ。この仏の気持ちでやってない。もう完全にあれはもう自分だけは引き抜いてやろうという利己心でやってる。フェロモンズに入りたい気持ちで抜けてる。利己心で勇者になれると思わないでくれよ。そういうことだ、うん、だからあれは無効だな、公式記録的には無効だ。だから今のところ3人しかフェロモンズには入れてない。そしてアキトが入るや入らんやもフェロモンズのエクスカリバーチャレンジにかかってる。その様子をまず見てくれ。アキトが挑戦した、見てくれ。ちゃんとテスト受ける用意ができてんだろうな。もちろん、絶対一発で、今日こそ一発で抜いてみせます。よし、わかった、じゃあ用意するぞ。フェロモンチャレンジだ。説明をしておこう。ここに一本の聖剣がある、聖なる剣だ。なんて書くか任せる。この聖の剣がセクシーの丘にたった今刺さろうとしている。カモン、イエス、オーケー、あーすごい、オーヤ、すごい、オーオーケーオーケー、カモン、オーケーオーケー。これを人差し指と親指で仏が悟った指を作る。この指先の力だけでこれをつかみ、5秒以内に引き抜くことができればてめえはフェロモンの勇者と認められフェロモンズ入りできる。今までてめえは3回失敗してる。もうあとはね、今日終わればもうてめえはフェロモンズに入る機会は一生失われる。その場合ただ社長と喧嘩したやつだ。さあ用意はいいな、フェロモンチャレンジスタート。はい、5、4、3、2。じゃあ、アキト、この感じ見てよ、てめえ何か思わねえのかよ。なんか思わねえのかよ。あんな家臣さんにリングめちゃくちゃにされて、
悔しくないわけないでしょう。どうだろう。ああその気持ちがあればもういいよ。おめえは今日からフェロモンズだ。え？エクスカリバーチャレンジは？バカ野郎！いい年こいたおっさんのケツに検査してそれが抜ける抜けないで仲間に入る入らない決まるわけねえだろバカ野郎。いつの時代のレスラーだおい。いや今令和だぞ。だって令和のレスラーはこんなもん平成に置いてきてしまえ。あけどありがとうございます、はい、おしてめえは今日からそうだな、てめえは名古屋出身か。はい。じゃあそうだな、西垣コーチンアキトだ。コーチン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 、よしコーチンコーチンだ。もう少し待てばこの会場中からコーチンコーチンチンコチンコ聞こえてくるようになる。もう少しで待ってろ。それまでてめえはフェロモンズに入って、そして6月12日サイバーファイトフェスであのテロリストどももうなかったことにしてやろうぜ。というわけで西垣コーチンアキトの誕生だ。よし、エクスカリバーチャレンジなんだそれ。おい何がセクシーの丘だ。ケツだろ。ケツになんかこう作り物のあれペラペラのやつやって、それが抜ける抜けないで仲間に入れる入れないって何考えてんの。バカじゃねえのか。バカがやることだぞ。そんなもんやらなくても気持ちだよ。気持ちがあればフェロモンズには入れんだ。だから西垣コーチンアキトはもうフェロモンズだ。だがまだアキトはコーチンはまだコーチンになりきれてね、うん、だから今からコーチンにするための特別施設に入れてぶち込む。まあその姿は6月12日サイバーファイトフェスでお披露目するとして、まあ、そうなった場合何が違うのかとなると、フェロモンがこう溢れてきていろいろな感覚が研ぎ澄まされるんだ、うん、見ればわかるだろセクシーを。まずはフェロモンが入る。ああもうこれ目でキャンキャン、ああもう今まばたきするごとにもう人という人の心がもうパリン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 になっちゃって、そしてフェロモンイヤー。おお、この耳はラグビーで培った耳だ。イエス、カッチカチだぞ。そしてフェロモンノーズ、睡眠時無呼吸症候群だ。イエス、あの医療用のレンタルのあれがないとなかなか眠れねえ。イエス、あれはなんて言うんだっけあのマシンの名前は。おーCPAP。CPAP だ。CPAP がないとなかなか熟睡できねえ。Oh, yes. そしてフェロモンターン。おお、このターンで。ああ、なんてこと。聖地、聖地。何もかも吸い尽くすこのターン。口じゃねえぞ。ターンで吸い尽くしてるんだ。そしてまだまだあるぞ。フェロモンホール。何もかもがすごいな。宇宙だなこれは。宇宙を表現してるブラックホールだこれが。すべてを吸い込む、そしてたまに吐き出す。これがみんな、これ前澤社長だけだと思ってるでしょ。宇宙行けるの、君たちも行けるんだよこれで。間近にあるからな。前澤社長だけじゃないぞ。100万円配ってんじゃねえ。100万円以上のこのフェロモンをみんなに配ってんだ。フォロー&リツイートだ、頼むぜ。そして最後に、フェロモンユニコーン。Yes. 一角獣だこれが。これが一角獣だ。Yes. 伝説だぞこのユニコーンは。これをアップにするってなかなかのもんだな。Yes. まあ、これらの全ての要素が、yeah. 合わさると、見ろこのセクシーが生まれる。このセクシーがフェロモンズの完全体だ。こうなると何が起こるかっていうのがこの間明らかになった。今までの歴史上起こったことのない事件が起こったから、まずそちらを見てくれ。戻ってきちゃいましたね。あ、捕まりそうですよ。あ、蝶々、蝶々。あ、あれは蝶々なんですね。すみません。あ、捕まえた。これどうします？どっかお外へ。
外に出した方が。そうですね、まあ、やっぱりね、後楽園ホールのこのね、まあ、明るいライトにどうしても引かれてしまうという性質があるのか、これでも戻ってきてしまうので、うん、これね、お外に。そうですね、逃がしてあげましょうよ、はい、なんか急にいいのが、いい人になっちゃいました、ね、はい、今リング上に紛れ込んだ蝶々を大自然に返すため、オーマイガー、こんなことが起こるのかよ。おい、後楽園ホール今年何周年っつったっけ。50周年って言ってたな。そんな60周年か。60周年、60周年だな。60周年の 中であんなシーンがあったか。60年に一度のことが起こったね。起こったんだよ。60年もういろいろな格闘家、プロレスラー、いろんな商店の人たち、いろんなレジェンドがいるが、あんなこと起こったことがない。あまりにものフェロモンに、完成されすぎたフェロモンに虫が寄ってきて、で私はもうその虫は害虫だったから、殺せ殺せって言ってたんだが、この完成されたフェロモンを持つセクションが包み込み、そしてリングを降り外に行き解放する。こんなことができるやつがいるか。いねえよな。これができるのがイーのセクシー勇気、そしてフェロモンズのフェロモンの完全体だ。そこに少しでもアキトが近づくといいな。セクシーというわけで、アキトは今まさにフェロモンズ仕様に改造されている。西垣コーチンアキトとしてサイバーファイトフェス以降はフェロモンズとして活動していくことだろう。さあ、これまさ、実はこのドロップキックの奥の方でまさに今アキトを改造してる最中だ。どうなるんだろうな。いや、やめろー、こげん、目が取り締めてるよ。おーおー、まだまだ西垣アキトの自我が抜けてないみたいだな。まあ、楽しみにしておけ。当日までにはちゃんと仕上げておく。どうなるかっていうのを、そういえばこれを見てるてめえらだけに先行公開だ。サイバーファイトフェスで西垣コーチンアキトはこのような姿になる。ひょっとしたら、まあ当日は若干の誤差が出るかもしれないが、大まかコーチンとして、このようなコーチンとして、コーチン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 。そして西垣アキトは変貌を遂げる。楽しみにしとくんだな。そのサイバーファイトフェスだが、おい高木三四郎、そして剣道家臣、てめえだけは絶対に許さねえ。てめえの思うがままにこの世プロレス界が回ると思うなよ。自分がやることなすこと全部面白いなんて誰も思っちゃねえからな。この間の光景はね、この間の君たちの乱入劇、明るい未来が見えましん。私たちが本当に明るい未来を見せてあげますよ、これ。ああ、おめえはそれでいいや。そして最後にセクシー頼むぜ、とっておきの。オーケー。辛いことがあればフェロモンズを見ろ。ふぅぅぅ、なんてかっこいい、なんてかっこいいセリフだ。そうだ、なんかあったらフェロモンズ見ときゃどうでもよくなるからよ。そのためにだけでも見ろ。お、ここは歌舞伎町だ。オーケー。よし、今から辛いことある人いっぱいいるだろう。オーケーオーケー。よし、助けに行こうぜ。オーケーオーケー。フェロモンズを見てるから。待て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 、おい待て待て待て、おい、何なんだてめえは。何やってんだお前らよ。お前今何時だと思ってんだよ。昼間だよ昼間。こんな真っ昼間にそんな格好で歌舞伎町歩いたら警察に捕まっちまうだろうがよ。会社に迷惑かかるだろう。やめろ。何の罪で捕まるってんだよ。いやいや、わいせつ物に決まってんだよこれ。わいせつ物だろこれ。陳列罪だろこれ。うまいこと言ったつもりか。いやいやいや、一切陳列なんかしてねえぞ。これは普段着じゃねえか、夏じゃねえか。ダメ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 。何言ってんだてめえ。やめろよ。てめえにまずは現実を見てもらう。おい、やめろよ。おい、辛いこといっぱいあるだろ。よし、おい、早く仕上げようしなきゃな。やめろ、やめろ。もういいじゃねえかよ。用意しなきゃな。やめるから。ファンタスティック、よいしょ。
よいしょほら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 カメラで撮りなさいよっしゃパカ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 ほらおおどうしてもってなったねこれは気持ちいいでしょよし、ね、もう邪魔とないはずだっただろほんと次はね今村さん我々が泡場戦隊してあげますよ、これ下の下の階が泡場戦隊の店みたいなのが多分もうなくなってるぞ、うん、誰か関係ねえ、行こう我々が我々の正義を貫く2022 NOAH DDT 東京女子プロレス頑張れプロレスが大集結元 WWE チャンピオンロブマンダムも参戦 NOAH 対 DDT 両者の威信をかけた一騎打ち佐々木大輔 VS 剣王東京女子プロレスはトップ同士の頂上対決坂崎優香 VS 中島翔子次のチャレンジャーは俺だ GHC ヘビー級王座をかけた剛腕対決小島さとし VS 塩崎豪サイバーファイトフェスティバル2022はレッスルユニバースで独占生中継そう祭りだ